どうも、たくあんボーイです。本日は長野県は飯島町、私の家で焼肉をやっています。今日はですね、高校時代の同級生の山本くんとトロールくんに来てもらいました。楽しく食べていきたいと思います。楽しく焼肉をね、もう特にカメラも意識しなくていい。一緒に食べようっていう回です。これ大自然の中。あ、はいはい、今焼いといたから人数分。ありがとう。とりあえずどう、最近はやっぱりこっちで。いや、それはね、うちの楽しみっつったのもあれで、清彦くんのあれを見る。本当かよ、本当かよ。そんぐらいしかね、いつも見てくれてる。やっぱり自粛期間中だから、そんぐらいしか楽しみがなくて。たくさん TV を見てくれる。なんか好きな動画あった、見てる中で。好きな動画なんだろうな。なんでパッと出てこない、パッと出てこない。好きな動画ね、あるだろ、めちゃくちゃ辛かったやつあったじゃん。あ、めっちゃ筋トレしてるやつとか。してないわ、全然してないわ、筋トレも。全然見てないじゃん。全然見てないじゃん。なんか髪型変わったね、それは。ああ、切ったの。え、誰に？え？誰に？誰に？自分で？自分で切らんわ。自分では切ったかもしれない、最初は。いろいろ切ったんだよ、俺。いろんな。前よりかっこよくなってる。あ、本当に？高校の時とは違うね。高校どうだったの？ここ、だからもうちょっとね、くるっと。しかも、めっちゃ。地味だった地味だった、髪があって全部が地味だった全部なんか赤が好きだったね。赤、赤ばっかり。本当に赤いダウンやらね。ああ、真っ赤だったもんな。真っ赤だったね毎日同じね、古着を着てたもん。確かにな。あ、焼けた焼けた。これ信州産の牛だから美味しいと思うよ。赤いのばっか着てたよ、ほんと。赤だったね。あんなにね、パッション本当にわからんかったから。焼き鳥買ってきたんだ。お、いいね、最高じゃん。うん、ちょっと焼き鳥やろうぜ。持つとこ熱くなりそうだよ、これ。いや、大丈夫大丈夫、うまいことできる。うまいことはできん。うまい。あとリーダーが好きなラボリチュープレゼント。うん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 、よく食ってたもんな。食ってたな、これも。ラブリチュー好きだったから。この間も高校時代にこのビギナーズミッションっていうね、ちょっと分かりづらいかもしれないけど、最初お笑いを ね、 そうねやろうっていう5人組をね、5人でやろうって決めたもん ね、 ね、最初。もう超新塾さんみたいにね、みんなでやろうみたいな、ね、5人でやろうって言った。ビギナーズミッションっていう、まあ、芸名の5人で、ね、よくこうやって昼休みに話し合いしたりも、ね、なんかトイレで、トイレで、そうだ、集合が違って、集合がトイレだ、ね、昼休みの終わり間際確かにね、トイレで、ネタを出したもんね、トイレだったのね、ネタ会議は、うん、BM っていうそのね、ビギナーズミッションのメンバーが差し入れで送ってくれたんだよ、このガブリチュー。この間も30本ぐらい、ね、いや、この前の買い物もさ、1人 500円で、うん、出し合って2000円分買うつもりが、電卓叩きながら計算してる。おお、これ2000円で OK だって思って、うん、レジ行ったら4000円感覚おかしいやろえ、なんで、何を買ったって。あの時はいろいろ入ってたの。でもカップラーメンいっぱい入ってたわ。激辛のやつね。あ、激辛 YouTube でも上げた。トムヤムクン、リーダーの大好きな大好物のトムヤムクン。トムヤムクン大嫌いだ、あれあれもセブンイレブンで入ったの覚えてたわ。まずかったな、まずかったわ、あれは。本当に真冬の時さ、コンビニの前でトムヤムクン作って食べたけど、クソまずかった。クソまずかったな、あれは。あれをもう一回リベンジしたけど、やっぱまずかったわ。でもあれ好きな人すげえ好きで、人気らしいよ、あれ。そうなの、うん、無理だ、山本無理だ。無理だ、ね。トロールは食える、あれ。いや、無理だ、ね。あ、無理だ、ね。あれ俺もね、吐いたね。いや、無理だよ、味は。ちょっと合わない。いつも見てくれてんの、そういうの。いつも見てる。ありがてえよ。ガブリチュー。食べよ。空っぽじゃない。なんだこれ。いやいやいや。もう空っぽじゃねえかよ。いや、俺があげたらちゃんと中身入ってたよ。食べてきたの。なんだこれ。食いしん坊ですよ。もう高校の時から食いしん坊だったもんな。こいつな。本当に高校の時からいっぱい食って、俺の弁当も食ってたもん。空っぽ。懐かしいわ。あと2人いるんだけどな、ビギナーズミッションはな。今日はちょっといなかったけど、集まれなかったけど、あいつらも元気にしてるといいな。でもなんか5人よりさらに増えてるかな、なんかマネージャーとかなんか、あ、いたね。そういうのもね、マネージャーもいたね。もうマネージャー用意してたもんね、あの時。マネージャー、マネージャー役立たんかったな、本当に。
あとリーダー特技あったよね、なんかかっこいい。何の？なんか太鼓が叩いてたじゃん。ああ、和太鼓ね。今もやってんの？もう やってない。今何やってる？なんかやってんの？楽器は。あ、やってるじゃん。ジャンベ。あ、手で。あ、ジャンベ？手で、ね。今持ってる？いや、持ってればよかったわ。マジ、今やるべきだったの。ああ。持ってきてないな。聞かせたかったわ、ジャンベ。いや、これでここでジャンベやったらね。最高だったね。最高だった。ちょっとやりたいわ。ジャンベ。なんかジャンベっぽいものないかな。なんかジャンベある。ある。それコンテナ。やるわじゃあジャンベ。やるよ。それがこれでいいじゃん。これ。あ、これ。これでいいじゃん。やるか。うん、これだろう。じゃこれでいきます。うん、どうだったね、もうなんか雰囲気感じられたんじゃない、うん、よかった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 聞いちゃいねえわこいつ、よかった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 じゃないよ。いや思い出したね、でも太鼓やってたの。太達とかめっちゃうまかった。太鼓の達人もね、もうしばらくやってないけど、やったよね、あの近くのゲームセンターで。いや俺は分かんない。なんで見てたの？見てた？見た？え、見たことない。なんじゃうまいって言ったんだ。なんか自分で自慢してたじゃん。あ、太鼓やべえやつじゃん。自慢してねえんだ。俺本物の太鼓の達人だぜっつって。一番恥ずかしいわそれは。なんかプロっぽくあれだよな、なんかプロ式みたいなのなんか巻いて、まなんか巻いてな。あれやるとなんかある。あれやるともう連打がめちゃくちゃ入ってる。そう。よく高校にだってマイバチン持ってきてるじゃん。リュックにこう。いやそれはそれは太鼓のあれじゃん。放課後にあったから部活が。え、太鼓部？太鼓部じゃん。あ、太鼓部だった。あれテニスじゃなかったっけ？あ、テニスやってたけど、やめて太鼓やったの。あ、こげる。あ、やばい。こげちゃう。もうこれいけるんか？無駄だからちょっとやった方がいい。強い。なんでこんな強くなった？あ、フラが落ちたな。やってください。これちょっと、部活いったの？熱い。うまいな。うまいな。めちゃくちゃうまい。黒くなったな。焼けたな。キムタクみたいな。全然似てねえわ。顔はな、一人かっこいいやついるんだけどな、BM にも。俺？俺じゃねえわ。お前じゃねえわ。商品だよ、商品。まあまあだね。リーダーも負けてねえよ。あ、ほんとに、うん、誰に似てる？片ヨークさん。ブーストも言えんわ、俺ら今。片ヨークさん。片ヨークさん。さっきそういえば懐かしい人に会ったよね。あ、あったね。あ、そうだ、林先生。林先生。さっきね、コンビニじゃなくて、あの、スーパー行ったら、スーパーの出口で、ちょうど、ばったりね。ばったりやって。おぉ !YouTube 出てる人がいるじゃねえかって言って。人気者だった。いやね、うん、覚えてくれ、見てくれてるって言ってたんですね。林先生が。林先生、見てますか？燻製機やりましたよ。先生に教わった燻製やりましたよ。めちゃくちゃうまかったよ。めちゃくちゃうまかったね。さすがだね。あの人やっぱね。今でも使えるものを残してくれるっていうところで、ああ、いい先生だね。頭の残りはないけどね。どう高校の頃よりもちょっと少なった。なってたな、ちょっと。よく見たらね。確かにちょっと、マスクして隠そうとしてたけど、隠せないね、これ。多分、バッド評価されるって、これ。林先生。これ刺して、熱くなければ、あ、熱かったら多分焼けてるみたいな。やったんだよ。じゃあちょっとやってみよう。これで。やります。あ、まだだ。多分ここら辺はいけると。2秒ぐらいやって。あ、まだだね。この一番左はいけるんじゃない？左いけるか。熱い。
あ、食べ頃だ。食べ、じゃあこれ食べ頃だ。痛えなぁ。肘とか。そうよ、なんか肘のなんか、うん、あったじゃん。なんか肘となんか、くるぶしをなんか、交換する、なんか、ネタ、なんか、トカゲみたいな、なんかなかったっけ。やったよ。マジックね。マジック、あ、マジックか。ミシミシ。どうなんだったっけ。難しいね。じゃあやるわ。いきます。マジック、スタート。ドゥン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 。ドゥン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 。焼き鳥焼けそうだな。あれ気づいてない、もしかして二人とも。え気づかない今、肘とくるぶし、入れ替えたんだよ。だからちっちゃ、半袖だったからな、なんか流す、あれだな、分かりづらいかな、なんか。分かりづらかったかな。こんな見たらやっぱりや、今もあんまいいもん食えてねえだろ。しっかり食えよ。やかましいわ。あの、長野でライブやった時も、でも来てくれたもんね、二人とも。あれ面白かった。面白かったよ。あ、鉄道ネタね。うん、鉄道オリジナルネタなんか一個見してよ。オリジナルが見たいの、うん、オリジナル、うん、鉄道じゃなくていい。オリジナル。オリジナルが見たい。あ、分かったよ。耳タブ、耳タブ、耳タブタブレットっていう、こういうことになるんだよな。でも鉄道系だったらやっぱりこういう風になったとしても返しとかもやっぱり出せるのですよ、鉄道ネタ。鉄道ネタ1個じゃやりたいと思うわ。じゃ鉄道系で具体的すぎるアナウンス。11月15日のお客様、危ないで切れ線の血が下がってください。11月15日金髪ショートカットの女性のお客様、下がってください。11月15日金髪ショートカットレーザータグの強そうな女の人、覚えてんな。言っちゃダメだ。悪い悪い悪い、気の強そうな女の人だね。駆け込んでくるな。駆け込み乗車おやめください。すいません。やっぱいいわ。うん、うまいわ。うまい、うまいわ。うまいな。空気もやっぱ全然違うね、向こうと。やっぱ東京だな。うまい、空気も。おお、最高の思い出になったわ。塩でいこうか、最後は。最後は。じゃ最後これ食べて、うまーいっつって終わりにしようか。そうしよう。いただきます。いきますよ。せーの。皆さんもぜひ長野県産の牛で焼肉やってみてはどうでしょうか。それでは皆さん、いつもありがとうございます。シェイシェイついてに来いてます。最高で合ってた。